じゃ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 ん。モノポットトランスビューっていうところのね、これがよくメジャーで出てるんですけども、今回中国製のモノポット、本体がまっすぐしてて角度も変えれるし、あ、ネジが下から回せるんで便利だな。これキュッと閉まるね。ちゃんと手持ちもついてるし、まあ、これのいいのはバランス、すごくね、いいバランスで撮れてるでしょ。画面の横も縦もあって、手持ちだと手いっぱい伸ばしても、手いっぱい伸ばしてもね、こんなんですよ。顔ばっかり、人混みがあっても上からこう撮れちゃうとか、一人撮りも思わぬアングルからたくさん楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ今日は Z071 中国製のモノポッドを紹介しました。あのインターネットで検索したら出てくるんで、簡単に買います。 Z071 モノポッドで